今回の地震ですけれども、これ宮城県沖で発生しておりますが、2011年、平成23年の東北地方太平洋地震、この余震の一つというふうに考えております。気象庁では一昨年からですね、試行的に提供しておりますけれども、今回の地震で一つ特徴的なことといたしまして、少し緊急の、地震情報ではなくてということでお伝えしておりましたけれども、その後、データを追加して、精査した結果、6.8 ということで、ちょっとお聞きしました。津波が今回発生しなかったようです。